ウクライナ支援について協議する NATO 北大西洋条約機構の会合で、アメリカのバイデン大統領がウクライナのゼレンスキー大統領をプーチン大統領と言い間違えました。ワシントンで開催されている NATO の会合で11日、バイデン大統領がゼレンスキー大統領を敵対するロシアのプーチン大統領と言い間違え、決断力と勇気を併せ持つウクライナのプーチン大統領と紹介しました。バイデン氏は発言直後に自身の言い間違いに気づき、プーチンを倒すゼレンスキー大統領だと訂正し、プーチンを倒すことに集中しすぎたと釈明しました。